皆さんこんにちは。本日も受注ありがとうございます。クエストです。プロスピエスやっていきたいと思います。というわけでですね、今回なんですけれども、クリスマス10連スカウトを引いていきたいと思います。というわけでですね、まあ毎年来てるかな、多分去年も引いたと思うんですけど、でまあ S ランクが出たらチーム選手確定ということで、まあ20連目40連目は、まあ S ランクが出ますよといった内容になってるんですけれども、今日の追加でね、吉信来たんですけれども、まあこれステータス見てもらってね、わかるように、まあ全同値可能という、まあ恐れてたというか、まあおそらく来るよねと思ってた感じで、まあ吉信登場しましたね。じゃないとちょっと腐っちゃいますもんね、セレクション持ってたら。ただリア対的にはフォークがなくなっちゃったっていうので、まあちょっと厳しいところがあるかなと思ったりしてるんですけれども、まあ特殊能力は変わらずといったところですね。うん、なんでまあ吉信はまあ引けたら、まあ、でもセレクションで十分かなという感じですね。で現状獲得できてないのが平野投手、総一郎、山岡くん、ゴンザレス、吉信といったところなんですけど、欲しいのはね、まあ平野投手、総一郎でマーゴ、まあ、この3人かなと。山岡くんに関してはアニバ持ってるし、吉信はまあセレクションでいいかなといった感じなので、まあ今回はクリスマススカウトでこの3人を狙っていきたいと思います。去年は確かね、全く実りのない、感じになったと思うので、今年はちょっとそのリベンジも兼ねてやっていきたいと思います。それでは10連目いきたいと思います。お願いします。ここ A ランク枠も自チーム A にしてくれたらな、嬉しかったんけどな。さてさて、早速の無印案件臭いけど、むちゃくちゃ無印、まあ、初っ端からそんなわけないでしょと言わんばかりの引きを見せそうですね。じゃあ野良絵1枚ぐらい買ってくれてもいいんじゃないですか。うん、おーっとかぶりやけど、全然期待してなかったし、これは嬉しいですね。あ、全然ありがたい。はい、というわけで渡辺選手、いや阿部ちゃん来たね。というわけでこの20連目は1人 S ランク選手確定なので、まあ、平野総一郎マーゴ引いていきたいと思います。お願いします。とりあえず目バッキバキになってもらうか、パパラってもらうか、どちらかって感じですね。ひとまず赤までいってしまう、ここが一番大事かな。さあバキらない。さあパパラッチはない。いやー見せつけてくんな、これ阿部投手やったらめちゃくちゃ嫌な予感すんな。さあというわけで S ランク選手はこちらの選手です。誰が来てくれるかな。うん、また多分ミキサーのショート動画上げることになりそうですね。というわけで30連目は確定もないのでサクッといきたいと思います。よいしょ、演出なさすぎて笑う。笑う笑う。ひって。もうポンポンポーンでいきたいぐらいですけどね。ただ40連しかないので、ポンポンポーンってしちゃうと。ポンポンポーンするか、野良絵もないなら。さあというわけで、40連目ですね。はい、もう1枚 S ランク自チーム選手1人確定なんですけど、ぼちぼち入選手引こう、お願いします。この間のね、あの完全圧縮ミキサーでも、まあ、奇跡の宗選手かぶりという展開を見せつけたので、ちょっとほんまにそろそろ来てくれんと困っちゃう。さあバキバキになってもらおう。さあよし来た、オッケー、とりあえず一安心。ただこっから、おお、びっくりした。5分の3チャレンジですね。おっしょっしょっしょっと、何歩来る。もうあのまだ育成進んでない宗選手合わせたらこれ4体目ですね。あふれるあふれる、宗であふれる。おお、まあ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 、2枚引き写真いいでしょう。さあじゃあ
入選手、いやもうせめて平野総一郎マーゴでお願いします。さあ来い、よし、初獲得なんでマーゴはめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、ありがとうございました。